情報漏洩はなかったと思いますか。室田新官。お答えを申し上げます。情報漏洩というご指摘が、経済安保推進法に関する、情報のですね、漏洩でがなかったかというご質問でございましたれば、私どもは、調査をした結果としてそのようなことを確認できなかったということでございます。官房長がいい、とね、この藤井さんじゃないや、いただいているこの金融庁のメールのところで、国分さんのメールアドレスも隠れているんですが、あの国分さんという方が先ほど多摩大学の人だという話でありましたけれども、これ多摩大学の先生として出したものか、この下のフッターとか見ているとどっか企業がよく使うようなフッターになっておりますので、例えば後半だけ多摩大学を表すようなメールアドレスであるのかどうかというようなこともこれオープンできますかね。室田新官。お答えを申し上げます。メールの本文の最後に英文が書いてございます。これはですね、先ほど申し上げた3月に国分氏が藤井氏に出したメールの一番下についている、いわゆるディスクレーマーというものでございます。これを明らかにするということは、メールアドレス、どのメールアドレスを使ったかが推測されるので隠しておりますが、これにつきましては国分氏が了承すれば出せるというふうに考えております。これにつきましてもいずれにしても委員長のご指示に従って対応したいというふうに思っております。はい、森山君。はい。学者でありながら民間人でもあるという方、あるいは民間そのものの方が、役所の中に来ていろんな情報収集をする、確かに経済安全保障というのは現場の情報大事ですから、情報交換非常に大事なんですけれども、そこにおいて一部の企業が得をするような情報漏洩があるというようなことは許されませんし、ましてや国家の機密が外部に漏れていくというようなことがあってはならないという部分も含めて、これなら大丈夫だねというような線引きをしなきゃいけないと思います。そういった観点からもうこれ議論を続けていきたいと思います。